北朝鮮の砲撃を受けて韓国のヨンピョン島では週末に行われる米韓軍事演習を前に再び緊張が高まっていますヨンピョン島から中継です島の中心部の住宅街ですここには1軒の家が建っていたんですが完全に破壊され、燃なくなっています今回の砲撃はこうした民間人の住宅も対象となりました 四平ピョン島の住民らで作る対策委員会は昨日、島へ全員避難することを決めました。島から全員避難することを決めました。昨夜は役所の職員が家一軒一軒を回り、残っている住民の安否やいつ島を離れるかの確認を行いました。避難を決めた背景には寒くなり破損した家屋では生活できないこともありますが、28日に予定されている米韓軍事演習への不安が高まっていることが大きいといいます。 北朝鮮は朝鮮中央テレビなどを通じて28日の軍事演習について戦争への瀬戸際へとさらに突き進んでいると非難し牽制しました砲撃の悪夢がよぎるここ4ンビョン島では週末に向けて再び緊張感が高まっています